巨樹オーンやサーフ号にリククラゲのキノコの胞子は当たるのでしょうか？当たります。ただ特性やる気のこのヨザルにはキノコの胞子は当たりますが、すぐに起きるので実質効果はありません。ポケモンソルジャーの A0 です。つないです。今回はランクマッチ始まる前と比べて、ランクマッチ始まってから評価されたポケモンを紹介していきたいと思います。ランクバトル以前では評価されていなかったポケモンが、ランクバトル始まったことで評価されてきたポケモンたくさんいるね。今までマークされてなかったってことは、みんな対策もおろそかになってるだろうから、今回は今まで評価されてなかった理由で、最近になって評価された理由、それに加えて育成論と使い方、対策方法とかを紹介していきたいと思います。はい。まずはこのヨザル。このヨザルがなんで評価されてなかったのかっていうと、これはなんでだなんか怒り猿の進化だからさ、弱そう感あるよね。ああ。みんな舐めてたよね。あと一応スカーフ命がけ型、正直その方は強くないじゃん。まあゴーストタイプいっぱいいるしね。ドラパとかミミキュに透かされたら気まずいし。一番最初に開拓された方が強くないっていうのも評価が下がった理由になるのかな。あと信用技のフンドの拳の使用が最初みんなよく分かってなくて、交代したらリセットされるんじゃねみたいなの思ってたと思うんだけど、実際は交代してもフンドの拳の威力が上がっていくカウンターはリセットされなくて、交代しても持続される。フンドの拳の使用が分からないと強さもね判別できなかったけど、あ、この技強いんだなってのがだんだん広まってきたっていう感じはあるよね。代表的な育成論はビルドアップドレインパンチ、フンドの拳の耐久型、残り1個は挑発とかアンコールとか身代わりなんか使ってる人もたまにはいるかな。身代わりだと巨樹音の塩漬けとか天然ポケモンの地割れとか透かせるのがいいよね。そうね。でもフンドの拳のカウントは進まないね、身代わりを殴っても。そこ嫌って挑発とかアンコール使ってる人がやっぱり多いのか。挑発がやっぱり一番メジャーかな。持ち物は食べ残しがメジャーなんだけど、さっきの身代わりの使用も踏まえて、塩漬け対策するなら隠密マント、地割れ対策するならテラスタル飛行とかでやる感じになるよね。隠密マント、テラスタル飛行だと完全に対巨樹音最強ポケモンになるね。威力40の矢技に殴られてもビルドアップ積んでりゃ何も痛くないしね。積まなくても痛くないけどね。努力値配分がまあ HB、HD、HS、何でもありだから、結構見た目上硬いよね。HD 特化したらナットレイとかより硬いからね。先制で殴ってビルドアップ積まれる前に倒そうと思ったら HS でめっちゃ速いみたいなね。努力値配分が読めないのも強さにつながってるよね。そうだね。テラスタルさっき飛行って言ったけど、他に選択肢いっぱいあるよね。鋼とかで半減を多くして、半減の技受けてフンドの拳の威力上げようとか、ノーマルでゴーストの弱点消して、その隙に積もうとかね。弱点がゴースト、飛行、フェアリー、エスパーだから、これらの弱点半減できたり、4つある弱点を減らせたら、それだけでこのヨザルにとって得するんじゃないかな。そうだね。使い方としては、火力ないポケモンに出して、ビルドアップ挑発で詰めていって、フンドの拳の火力をどんどん上げていく。さっき言った巨樹音とか、ヘイラッシャとか、銅王とか、低火力受けポケモン。玄関強ルールだといっぱいいるよね。基本的に受けポケモンにはめっちゃ強いと。対策方法は、とにかく、しょうもない火力の技で殴って、フンドの拳の火力を上げないこと。ちま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 殴ってたら一瞬で威力200、300ってなってっちゃうから、半減でも吹き飛ばされかねないからね。塩漬けとかが、仮に通ったとしてもすぐドレインパンチで回復されちゃうからね。このヨザルの回復手段って食べ残しとドレインパンチに依存してるから、ドレインパンチの回復量が少ないポケモンを出して殴り合うっていうのも大事だね。ラッキーとか出しちゃうととんでもないことになると。それはもうおやつにも程あるすごい傷薬ゴーストタイプとか投げてね、フンドの拳とゴースト技の殴り合いとかすれば回復させられずにタイミングは負けてしまうかもしれないけど、後ろのポケモンの圏内みたいなことはできそうかな。ビルドアップ積まれなければ何も殴ってない状態のこのヨザルだったら、威力75のドレインパンチと威力50のフンドの拳だけだから、殴り合いはその時点ではやりやすいから、とにかくフンドの拳の威力上げないこと、ビルドアップ積まれないこと。次がドドゲザン。ドドゲザンが評価されてなかった理由としては、ランクバトル前のルールだと対サーフ号のポケモンが順伝とかパラドックスポケモンとかに多くいたから、わざわざ対サーフ号としてドドゲザンを採用する必要はなかったんだけど、それらがいなくなって株が上がったね。トドロク、ツキとかイーユイで悪タイプの枠はこと足りてたから必要なかったんだけど、それらがいなくなったから急に必要になったと。ドドゲザンより対サーフ号の性能高いポケモンいなくない？なかなかいないよね。今の環境だったら一番ドドゲザンが安心できるような気がする。代表的な育成論としては、 HA の直帰か剣の舞どっちかの方かな。そうね。 S どこまで振るかみたいな話はちょっとあるかもしれないけど、基本的にはそういう配分で、サーフ号に繰り出してそっから負荷をかけていく、サイクル回していくっていうのが基本だね。テラスタルは悪が一番多くて、土下山からの不意打ちですごいダメージ出してくるよね。何でも倒せる。不意打ちも火力すごいからね。特性総大小とか含めて場合によっては威力 1.2 倍出せるわけで、当倍ポケモンだったらほぼ倒せると言ってもいいかな。使い方としては、とにかくサーフ号とかサザンドラに後出しして、その役割対象を起点にサイクルで殴りまくって
勝つ。悪と鋼、それに加えて格闘とかその範囲も含めると正直受けづらいよね。元から種族値高い巨ジオンとかヘイラッシャで受けようとしたらギロチン飛んでくるからね。そう、ギロチンあるのも厄介だよね。本当に耐性も優秀だし種族値もめっちゃ高いから、すごい火力で殴られてサイクル崩壊させられるかギロチン撃たれるかっていうのは避けようがない。対策としては格闘で殴るのが一番やりやすいかな。わかりやすいね。格闘タイプのポケモンっていうのは正直そこまで多くない。キノガッサとかコノヨザルとかそれぐらいなんだけど、格闘技を覚えるポケモンは結構いるからね。サザンドラ、サーフゴーも気合玉実は覚えるからね。うん、油断してたら格闘テラスタル気合玉で吹き飛ばされるからね。サーフゴーに後出しして悪巧みされて気合玉に飛ばされたら本当にゲーム終わっちゃうから、ね、その気合玉対策のために飛行テラスタルにしてる人もたまにいるよね。苦手な格闘、あと地面も苦手だからね。それに対して一回行動できれば特段プラス不意打ちで相手を縛りに行けるから、講座入れなくても飛行テラスタルにする価値はあるね。次がマスカーニャ。ドドギザンとちょっと似てるんだけど、強い悪タイプ順伝とかパラドックスポケモンには多くいたから枠を争うに当たって採用するに至らなかったけど全部いなくなったね。まああと素早さ高いポケモンもいっぱいいなくなって、鉄の包、パオジアン、その辺が、まあ、一気に消えたから、ドラパルトに次いで2番目に環境で速いポケモンと言ってもいいよね。そうだね。代表的な育成論としては、まあ、エースブッパのタスケかスカーフ、この2つが大体を占めるんじゃないかな。スカーフだとちょっと耐久ぶりして、まあ、キノガッサのマッハパンチ耐えたりとかそういう配分にしてもいいけど、テラスタルは草が一番多いんじゃない。そうだね。草テラスタルすることで化けの皮剥がれたミミッキュをトリックフラワーで倒せたりっていうのが大きいね。新力発動したりしたらすごい火力になるもんね。それすごいね。本当にすごい火力。変幻時代との噛み合わせっていうのも他のタイプにするとあんまり良くはないから、テラスタル中は変幻時代発動しないからね。瞬間火力が一番出せる草がやっぱり環境的にも多くなるかな。使い方としてはとにかく悪タイプだからサーフゴーに強いのと、サザンドラより速くて先制でケタグリとかジャレツクで殴れるのも大きいよね。うん、サザンドラそれ嫌がって引いてくるとかもあるけど、そこにトンボ返り打つだけでも展開がいいよね。まあ、あと物理受けに多い巨ジオンをヘイラッシャみたいなポケモンに草の打点が通るからなかなか受けづらい。しかも鉄壁とか、まあ、呪いとかそういう B 上げに対してトリックフラワー確定急所で無視しながら殴れるからそこも嬉しいね。あとパラドックスポケモンがいなくなってブーストエナジー持つことはなくなったわけじゃん。うん、とりあえず畑強いよ。確かに畑打っときゃ一旦 OK みたいなそう、環境に悪タイプはいっぱいいるけど畑落とす覚えるのはいないもんね。ドドギザンとかそこら辺は畑覚えないね。対策としては、まあ、さっき巨ジオンとかヘイラッシャにタイプ上強いって言ったけど、飛行テラスタルしたら逆にトリックフラワー半減できるのと、まあ、その飛行テラスタルの採用もそんなに不自由じゃない。地割れ対策としてね採用したいテラスタイプではあるからね。一応そういう受けポケモンの飛行テラスタルに対してトリックだったり挑発だったり抗える部分はあるから、完全にマスカーニやることなくなるってわけではないのがマスカーニの強いところでもありそうだけどね。次がサザンドラ。サザンドラはまた同じく悪タイプがいなくなったっていうのが一番なんだけど、まあ、特にイーユイだね。同じ特殊の悪タイプ、素早さもサザンドラより速いので使いやすさとしてはイーユイの方が勝ってたよね。火力もね種族的にはそこまで差はないんだけど、特性のおかげでねイーユイの方が圧倒的な火力が手に入ってるからね。であと、まあ、マスカーニャのところでも言ったんだけど、まあ、サザンドラより速いポケモンが、まあ、減ったからサザンドラ自体の動きやすさも上がった。98族ってね今までの感覚だとどうしてもおっせえなーって思っちゃう数字ではあるんだけど、今だとなかなか抜けねえなーっていうラインではあるよね。意識してガブリアスとかドラパルト入れないとサザンドラに先制できないパーティー出来上がっちゃう、ね、そしたら上からボコボコ殴られてるだけで終わっちゃうからね。代表的な育成論が、まあ、スカーフかメガネが大体を占めるんじゃないかな。そうだね、こだわってるのが基本で挑発する残飯型とかステロマクタスキ型とかいるけど、やっぱりスカーフメガネかな。テラスタルは、まあ、悪ドラゴン、浮遊のサザンドラと相性がいい鋼毒が一番多い。あとは単純に悪の一貫性っていうところを評価して悪テラスタルにして一気に崩していくっていうのもありだね。使い方としては、まあ、登場してからずっと変わらない遅いポケモンをいじめるそうね、まあ、昔は弱い者いじめしかできねえなみたいな感じでバカにされてたけど、うん、今の環境は速いポケモンが少ないから、まあ、弱いポケモンしかいない。ロトムみたいなね弱い者側の代表ポケモンだけど、それも簡単に流星群とかでバンバン。対策としてはとにかくサザンドラより速いポケモンで殴る。ドラパーとかアスカーニャーとかガブリアスウルガモスなんかもいいね。でも代表的なところを挙げて4体しか出てこないからね確かに。でもねこれらも結局鋼テラスタルとじゃんけんさせられたりするからね。
確かに。それが結構めんどくさい。本来動けない相手に対してテラスタル使うことで無理やりこじ開けることができるのも噛み合ってるところかな。そんな感じで先制するのは選択肢が狭いので、まあ、受けるのもありなんじゃないかということなんだけど、受けるのも難しいよね。さっき挙げたドド下山とか受かると思いきやダイモンジなり気合玉なりはめっちゃ痛い。環境にフェアリーが少ないのもね、サランドラ動きやすいよね。ミミッニンフィア、マリルリ、この辺りかな。代表的なのはそれぐらいで、これもまた受けるのも厳しい。マリルリは唯一鋼弱点じゃないから、鋼テラスタルしたラスターカノンとかも耐えることができる。あとはバカ力覚えるからね、鋼テラスタルとテラスタルしない両方に対して一貫するのも嬉しいね。確かに毒テラスタルされたら、うん、それは辛い。まあ、あとはもう不意ついてフェアリーテラスタルでワンパンとかね、ありだね。それこそ本来役割対象になってるロトムとかね、ラウドボーンとかもそうかな。それだけで対策できるってわけじゃなくて、スカーフトンボで逃げられたらテラスタル無駄切りになる可能性もあるから、まあ、注意。ここぞという時に決めないと、また出てきたサランドラに鋼テラスタルラスターカノンでボコボコにされるからね。最後がウルガモス。強い特殊炎のポケモンがいなくなったおかげで環境の代表的な炎特殊アタッカーになれたね。イーユイと鉄の毒ガがいなくなって代わりに繰り上がってきた炎タイプ。あとはサランドラとかサーフゴみたいな環境の中心になってるポケモンにかなり強いっていうのもポイントかな。さっきサランドラどれぐらい強いか説明したし、サーフ符号対策の悪もねいっぱいいなくなったから、この2体に強いポケモンっていうのは貴重だよね。ドドゲザンとかもこの2匹に強いって言ったけど、そのドドゲザンにすら強いからね。いろんなカーストの上位に食い込んでる。うん。で、代表的な育成論がとにかく超舞を生かす方が一番多いんじゃないですか。そうだね。 CS 振って超舞、炎の舞、ギガドレイン、あと1個テラバーストとか入れるみたいなのが基本かな。テラスタルは草とかフェアリー、水、この辺りがちらほらいるんじゃないかな。草フェアリーがメイン感はあるね今のところは。ウルガモスで物理耐久がかなり低いポケモンなんだけど、そこを物理で倒してくるのを逆手に取って鬼火朝の日差しで耐久したりとか、この方も一定数存在して苦手なドラゴンとかに対して逆に狩りに行くみたいなのができるのは結構強い。使い方としては超舞をうまく使うことになるので、詰める場面を構築とか立ち回りで作っていくことになる。サーフゴーとかね、対面作れれば分かりやすく起点にできるよね。カバルドンのあくび捨てろとかオーロンゲの壁とか起点作ってあげてもいいぐらいには超舞よりが強いから、構築全体でウルガモスのサポートするのもあり。自分のねテラスタルが相手に刺さっていればね、一瞬でウルガモス止められなくなるからね。対策としてはさっき言ったメジャーな炎の舞、ギガドレイン、フェアリー、テラバーストみたいな技構成だったら、まあ、炎タイプに打点がないからかなり限定されるんだけど、まあ、ラウドボーンとかウィンディみたいなのを、まあ、ウルガモス対策に持ってくるのはあり。ヒートロトムとかだとちょっと厳しいね。うん、押し切れない。フェアリー以外のテラスタルが草か水がやっぱり多いんですけど、その技構成になると今度はドラゴンに勝てないから、まあ、物理のドラゴン、海流ドラパルトあたりで対策するのもこれまたあり。テラバーストはね一つのタイプしかね対応できないわけで、ドラゴンと炎に一貫するっていうのはなかなか厳しい。この2つを組み合わせてドラゴンタイプのポケモンでテラスタル炎すると相手のテラバーストフィアリーに対して強くなれるし、そのターン大きく削って、まあ、倒せなかったとしても裏の圏内に入れるみたいな立ち回りはできそうだよね。あと先制技、神速とか、まあ、ハパンチ、アクアジェットあたりで先制で縛るっていうのもあり。特にね海流はハチマキ持ってノーマルテラスタルで神速打つと無振りのウルガモスワンパンだからね。めっちゃ強いね。鬼火型以外だったら海流が対ウルガモスかなり安定する部分かな。というわけでランクマッチ開催後評価されていったポケモンの解説していきました。5匹中3体が悪タイプだそうだね。サザンとかマスカーネはなんか増えていきそうだなっていう感じはルール発表された時に思ってたんだけど、ドドゲザンもこんなに増えるかね面白いね。ビギナー級とかから潜ってる時にドドゲザンいっぱい当たって、うんうん、まあ、大丈夫やろうと思ったらなんか強くねって。自分もビギナー級からマスター上がる時ドドゲザン使ってたんだけどさ、強いは強いんだけど環境がっつり入ってきて大暴れみたいなポケモンまで行くのかなっていうぐらいに思ってたんだけど、もう大暴れと言っていいんじゃないでしょうかドドゲザンは。これ撮ってるのが12月7日なんですけど、今後また1週間2週間したら、まあ、環境トップに躍り出てくるようなポケモンはいるかもしれないから、ね、まだね始まったばっかりだからね、うん、今後もどんどんね新ポケモンもそうだし旧ポケモンでもね新しい型がね開発されていくだろうから、これも楽しみだね。これからもポケモン対戦がより楽しくなる動画をアップしていきますので、チャンネル登録高評価をよろしくお願いします。お願いします。